現地9月11日、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地でシカゴ・カブスと対戦して10対8で勝利した動画、大谷翔平の47号アーチ &48 個目の盗塁をチェック。 ドジャースの大谷翔平は1番 DH で出場し初回の第1打席でキャリアハイ記録となる第47号ソロアーチを放った至球を選んだ2回にはシーズン48個目の投類を決めて47本塁打超音48投類とし MLB 記録をこの日も更新前人未到の 50−50 に突き進んでいるカブスに連敗していたドジャースは3戦目で一死を報い 本拠地での3連敗を免れた大谷は試合後に勝ててよかったと口にし初回に生まれたキャリアハイの47号については初回に失点したので1点でも返していい流れを作れたと思うのでよかったちょっと低い弾道だったので行ってくれるか分からなかったですけど手応えはよかったですと振り返った1回表に2失点したドジャースは裏の攻撃で打線が爆発大谷の先頭打者ソロ本塁打を呼び水に 5番トミー・エドマン、6番ウィル・スミス、7番マックス・マンシーが3者連続アーチを放って一挙に5点を奪った。2回には48個目の投塁を成功。いけると思った時に一つでも先の塁に。その後のタッチアップも良かったですし、積極的に次の塁を狙っていきたいと思っていますと語った。2、2、3塁の後期で打席に入った3回の第3打席は。 初球を中前に弾き返す2点時だ甘い球を積極的に打てたいいところに飛んでくれてタイムリーになってくれてよかった打球はマウンドに当たって方向が変わり二遊間を抜けていったドジャースは9月に入って5勝5敗けが人も多く厳しい戦いが続いてる接戦がちょっと多いですしみんな疲れも溜まってきていると思うので なんとか粘って一生でも多く積み重ねられるように頑張りたいと、大谷は決意を口にした。